カナカナ家族。手話で仲直りの巻。これがおはようなのね。枕を外す仕草から朝という意味の手話と挨拶という意味の手話からできてるわけ。いくわよ。おはよう。おはよう。さあ続いてこんにちは。時計の針が12時を指す仕草から昼、そして挨拶の手話の組み合わせなわけ。ねえ、この先生の声、桃井香織に似てない？まさか。じゃあ次聞いて。こんばんは。これは目の前が暗くなる様子から夜を表す仕草と、さっきもやった挨拶のね、あの手話の組み合わせ。いくわよ。こんばんは。ごめんなさい。これは、眉間にシワを寄せる様子と謝る様子の組み合わせ。まあ、香りはあんま言うことないけど、ごめんなさい。じゃあ最後はありがとう。ほら、勝った関取が手刀を切ってから賞金を受け取る仕草から来てるわけ。ありがとう、いい言葉よね。以上、テレビ手話講座、桃井香織でした。やっぱり。違うぼ。それはそうと、リカちゃん手話ってすごいぼ。そうね。ママ。そうね。どうしたんじゃ？なんか変な空気じゃぞ、この二人。二人は昨日から喧嘩しているんだよ。ママ、私のシャンプー使ったでしょ。使ってないわよ。嘘つき。お気に入りのシャンプーこんなにも減ってるんだもん。高かったんだからね。ママの嘘つき。使ってないって言ってるでしょ。ねえ、お姉ちゃん、ママ、些細な喧嘩なんだから、二人とも謝って終わりにしたら。でも私悪くないし。私だって悪くないし。また意地張って、じゃあ一生喋らなくていいの？それはじゃあ謝らなきゃ。だって恥ずかしいじゃん。そうそう。そんな。お前たち、口じゃなくても思いを伝える方法はあるじゃろ。どういうこと？あ、そっか。ごめんね。ありがとう。なんて言ってるのかな。かなぼ、静かに。よかったよかった。じゃあ二人仲直りしたところで、わしは風呂にでも入ってくるか。シャンプー、シャンプー、お気に入りのシャンプー、高かったシャンプー、リカのシャンプー。おしまいなのよね。